ですね、空港線のね、逆バージョンを作るんですね。反対側のやつ、こっちから行くんですね。からね、逆行けばいいんだよ。こっちに行けばいいんですよ。止まるとかね。それで、ここをずっと行って、
ていくやつ。地下に入っていくんですね。停車してんのか。地下鉄環状線の中にね、はい、また違う環状線に合流して、ね、最初の駅は止まるんだね。地下鉄を進んでいきます。環状線内の、ね、地下鉄はね、1系統に対して1台ぐらいしか走ってないからね、スカスカなんだよね。まあでもたま前に地下鉄が走ってたら止まっちゃうね。ずっと各駅停車の後ろしちゃいけなくなっちゃうんだよ。あ、ここ停車駅だね。次の駅が分岐駅なんだけど、そこに止まらせると渋滞する可能性があるから、ここに止まらせているんです。
辺から上に出るんだな。ループして地上に出てきます。じゃあねー、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 じゃあねしたんだね。次渡り道を通っていく。あ、前の電車も渡り道を通ってくと。同じやつか。逆バージョンかもしれないな。逆バージョンかもしれないな。だから止まる駅が違うから逆バージョンだね。今駅止まってるやつ。次の駅こっちは止まってまた追い抜かれるってことですね。まあでもね、ちょっとね、時間差的にずれて追い越されない可能性もあるね。後ろから来ないもんね。これは追い越されないパターンですね。たまにあるんですよ。で分岐して自分は右の方に行くやつ、後ろから来るやつはまっすぐ下の方に行くやつですね。
オッケー、もういいや、これで。いやー、ちょっとね、ちょっとね、どうしようかな、この後。もう一個買えるんだよね。本来だったらここ買うんだけど、こっちを伸ばすとしたらここなんだよね。いや、でもやっぱり、こっちですね、買うとしたら。作れるんですよ。金が全然。遊園地がね、同じのタッチしちゃったんですよ。間違えた。ああ、もう一回あんじゃんね。まあ、いろいろ間違えた。何やってんの。
うしようかな。この続きはまた今度ということで、ちょっと短くかったかな今回。今回はここまでですね。というわけで、今回はここまで。
今回はここまでにしようかね。